第二次イタリア戦争は、1499年から1504年に起きた戦争で、第一次イタリア戦争に失敗した、フランス王国による二度目の遠征を指す。歴史家はしばしば、ルイ12世のイタリア戦争、あるいはナポリ継承戦争と呼んでいる。先の第一次イタリア戦争で敗北し、ナポリ王位三脱に失敗したままに、シャルル八世が死没すると、 ルイ12世が新たな国王となった。彼は、祖母バランティーヌ・ビスコンティを通じて、ミラノ公国を支配していたビスコンティ家の女系演者であり、セム王よりもイタリアに縁を持つ人物であった。セム王の失敗を反省材料として、ルイ12世は、大国カスティーラ・アラゴンやベネツィア共和国と同盟を結び、外交情勢を整えつつ、王位請求を再開した。 1489年、ベネツィア共和国とスイス制約同盟との交渉を終えると、まず、ルイ12世は軍勢を動員して、ミラノ公国へと軍を進めた。前回とは異なり当初から敵対していた、ミラノ公国のルドビーコスフォルツァに対し、老いから継承したその借位を無効として、バランティーヌ・ビスコンティの孫たる自分に借位を引き渡すように要求した。ルドビーコは、 スイス傭兵の動員も含めて戦力をかき集めようとしたが、自らの政敵であった傭兵隊長ジャンジャコモトリブルツヨが率いるフランス王軍に敗北した。勝利によってルイ十二世はミラノ公爵を兼ねる立場となり宿敵ルドビー公を捕獲したトリブルツヨは王国元帥の称号を与えられた。早期にミラノ公国併合を果たした後ルイ十二世は 前回の戦いで反仏側に加わったカスティーレ・アラゴモをフェルナンド2世にナポリ王領分割を条件に自陣へ,へ引き入れようと格索した。1500年11月11日、フェルナンド2世とルイ12世はナポリ王国分割を定めたグラナダ条約に署名した。続いて1501年10月13日、今度は新生ローマ帝国との間でトレント条約が結ばれ、 神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世からミラノ広告領有に関与しないとの約束を得た。同年中にカスティーリア・アラゴンの援軍が南イタリアへ上陸。これにこうしてルイ12世もミラノから南下して敵軍を攻撃し、両軍はナポリオ・フェデリーコ一世を退位させた。しかし、フェルナンド二世は最初からルイ12世にナポリオを譲る考えなどなかった。 カスティリアーリャラゴン軍は、ゴンサロ・デコルドバ将軍の援軍を呼び寄せ、また、ベネツィア共和国の軍司令官であったバルトロメを、ダルビアーノを、傭兵隊長として雇用するなど準備を進めていた。1503年4月28日、チェリニョーラの戦いでゴンサロ率いるカスティリアーリャラゴン軍8000人は、フランス王軍3万2000人に攻撃を仕掛け、数で大きく上回っていたにもかかわらず、 フランス軍は散々に打ちのめされた。フランス軍はヌムール号、ルイ・ラルマニャックが戦死に追い込まれ、4000人の死傷者を出して敗走した。サラ・アルビアーノの援軍と合流して1万5000人にまで増大化したカスティーリア・アラ,ラゴン軍は、フランス軍の残余2万3000人をガリリアーノ側において追撃12月29日にフランス軍は8000人の死傷者と捕虜を出して、 さらに退却を強いられた。ミラノ領へと敗走したルイ12世は形勢不利を認めざるを得ず、すでに認められているはずのスフォルツァ家の継承を再任するという最低限の条件で休戦を結んだ。リオン条約でナポリオンはフェルナンド2世が兼ねることが宣言され、南イタリアを領域に含めたカスティーレ・アラコンはその勢力を大きく拡大した。戦争終結からしばらくして、 カスティリー・ギアラゴン及びナポリ王となったフェルナンド2世は家督継承権を持つ長女フアナを故郷へと呼び戻した。フアナは神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世の息子フィリップと婚姻していた。やがてフェルナンドが病没すると王国の領有権はフアナ、ひいてはその息子であるカルロス1世へと継承される。これによってカスティリー・ギアラゴン、ナポリ、 神聖ローマ帝国という三つの国家がハプスブルク家のもとに同訓連合として結びつけられ、欧州に未曾有の超大国が出現することとなった。ありがとうございます。